復元された、鋳造用石組腰器炉を使った、鋳造作業創造図パリの廃兵院に展示されていた、長州藩の大砲軍事鋳造所とは、萩にあった長州藩の鋳造所で、幕末には、大型の大砲の鋳造も行われた。軍事家は、三田尻に居住し、大内市に仕える、芋野市であった。大内市滅亡後、江戸時代前期に、大砲鋳造の技術により、 長州藩に飯かかえら萩に移った。江戸時代を通じて、鍋、すき先など生活用具、盆栓などを製造していた。幕末、長州藩は、軍事源の城を、長崎の高島周藩のもとに派遣して、様式法術を研究させた。さらに幕府から、三浦半島警護の命令を受けると、芋の氏を江戸に派遣し、火影七年に、佐久間昭山の指導のもとに十八ポンド砲を、 鋳造させた。この大砲は後に下関に移され、下関戦争で使用されている。幕府が諸藩に洋式砲術の採用を奨励すると、長州藩は軍事家の採掘場を大砲鋳造所とし、軍事帰兵時を大砲鋳造用係に命じた。鋳造所では、古式炉とタタラトによる在来の技術を用いた方法により、洋式大砲の鋳造が行われた。 下関戦争では、ここで製造された24ポンド砲や32ポンド砲が使用されている。この時、フランス軍によって露獲された長州藩の大砲の何門かがパリの廃兵院に保管されていたが、現在は下関に対応されている。また、ロンドン近郊の王立大砲博物館、アメリカのワシントン海軍交渉にも保存されている。平成十二年度に、 山口県埋蔵文化財センターが行った発掘調査では巨大な石組みの大砲鋳造遺構が確認され、また実際に使われた絵型も多数発見された。現在は元の場所から北東50メートル程度離れた場所に軍事鋳造所遺構広場として復元されている。ありがとうございます。